随星は第二次世界大戦期に三菱重工業が開発、製造した航空機用空冷複列性型エンジン。社内故障は A14。海軍に随星として採用され、海軍の主力エンジンとして多くの海軍機に搭載された。陸軍にも派26、波102として採用され、陸軍機にも搭載されている。 対戦後期の陸海軍統合名称は、波31。使いやすい発動機として、多くの陸海軍機に装備され、全形式総計で12,795台生産された。金星の開発で、空冷複列エンジンの実用化に成功した三菱は、この金星の計画、製作の際に使用した各種新技術、新工夫を利用して、小型航空機用エンジンと、 大型航空機用エンジンを開発することになった。前者が随性であり、後者が火星である。随製は設計期間を短縮する狙いもあり、先行していた金製との部品の共通性を極力維持することに努めたため、金製のストロークを 20mm、ショートストローク化し、高回転化したたは、開発開始時点での金製との構造上の違いはほとんどないと言える。 随星1型は、排気量あたりの出力は、同じ一段一足下級機付きの金星40型と、ほぼ同じであるが、随星の方が小型のため、正面面積あたりの出力では、随星の方が優れている。また、先行する金星との部品の共通化は信頼性の確保と同時に、量産の容易さにつながった。最初の随星十一型は1936年1月に、 計画を着手し、同年7月に第1号機が完成している。量産開始は1938年。冷戦が設計に入った頃三菱には金星と隋星があったが、小型で前方視界の良い機体を好むパイロットたちに機に入られるように小さい方の隋星を選んで設計した。しかし、試作3号機以降は海軍の要求で中島のエイに換装され、 そのまま正式採用になった。だが、エイも、随性同様の小型の発動機で、馬力向上の余地が少なかったため、第二次世界大戦開戦後、次々に問題となった、性能向上や、武装強化の要求に応じきれなかった。この時になって冷戦の設計事務者だった、堀越二郎技師は設計当初に、金星を選ばなかったことに、我がゴマテリと保存噛んだという。 使用単位については、ウィキペディア、ウィキプロジェクト航空、物理単位も参照茨城県大洗町沖の海底から引き上げられた二式複座戦闘機、トリューに搭載されていた破百に、ありがとうございます。